カンダウレスは、リュディア王国、ヘラクレス朝最後の王、メルムナデス朝の創始者ギュゲズにより、王位を散脱された。推定される、在位期間は、紀元前733年から716年、または、紀元前728年から711年、または、紀元前680年ごろ没。本名は、サデュアッテスと言われる。後のリディア王。 サデュアッテスと区別するため、サデュアッテス一世とも呼ばれる。古代ギリシアの歴史家ヘロドトスによれば、ギリシア人はカンダウレスをミルシロスと呼んでいたという。一般に知られる、カンダウレスは宗教名であるとされる。カンダウレスはヘラクレスの子孫を名乗るヘラクレス朝最後の王であった。不王はメレスである。王妃にそそのかされたメルムナデス朝の創始者ギュゲスにより殺され、 王位と妻を奪われた。ヘロドトスの歴史第1巻第83説によれば、ギュゲスはカンダウレスの年下の友人であったという。自分の妻ニュッシアの美しさを自慢するあまり、カンダウレスはギュゲスに妻の裸体を見させた。怒った妻はギュゲスに対し、自殺する顔を殺して、王位と自分とをあがものとするかを迫ったという。別の伝説によれば、ギュゲスは、 自分の姿を見えなくさせる魔力を持つギュゲースの指輪を用いてカンダウレスを殺したという。この題材は近代の小説などに何度も取り上げられている。フリードリヒ・ヘッペルのギューゲスト彼の指輪、テオフィル・ゴーティエのカンダウレス王、アンドレジットの同名作、アレクサンダー・フォン・チェムリンスキーのオペラ、カンダウレス王、マリウス・プティパのバレエ、カンダウレス王である。ありがとうございます。